越前市本町。古いタンスを修理する店にずらりと並ぶ学問の神様、菅原道真公。昔から越前市でよく見かける木彫りの天神様で、家の解体や引っ越しでここに持ち込まれたといいます。その中に珍しい天神様が。普通この絵は木製なんですけども、これは泥ですね。軽いですね。中は空っぽですね。こちらが土ですね。こちらは木ですね。ここ全然違うのがあると思うんですけど、武生公会堂記念館、こちらにも土で作った天神様が保管されています。越前市では方言でベト天神と呼び、明治20年頃から昭和の初めまで作られていたといいます。右大臣、左大臣が揃っている天神様は貴重で立派です。大小様々、それぞれに表情が違うベト天神。ベト天神は三国の土人形作者辛坊久左衛門さんの次男である辛坊佐治平さんが武生に移り住んで作り始めたと言われています。もともとは鍋や釜を作る鋳物師でありましたが、副業として土人形の製作の方もされていました。木彫りの天神なんですけれども、高価というところもあって、ベト天神は値段も比較的安価ということで、広く庶民にも親しまれるようになっていきました。この型を使って土の天神様を作ったと伝えられています。凛とした表情の中に優しさが。子供たちの成長を見守る学問の神様です。